はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回は信長の野望騒動戦国理史伝の、将軍秀忠討伐プレイ続きをやっていきたいと思います。前回ですね、最後、まあ、いよいよ尾張藩を、まあ、味方につけてというか、まあ、取り込んでというか、いずれにしても和解をしてですね、徳川宗家、将軍家、秀忠に向けて、まあ、反抗作戦を展開しようかなという矢先にですね、こちら久喜家の方から心中の申し入れがあり、その心中してきた久喜家に対して尾張藩が攻撃を開始してきたとね、なんとも言えない微妙な関係になっていたというのが前回です。まあ、今回ですね、結論から言うと久喜家は見捨てることにします。もうね、久喜家を救うために尾張藩に喧嘩を売ると、滅びます。なので、まあ、ちょっとここはね、申し訳ないなという気持ちはもちろんあるんですが、久喜家は見捨てて尾張藩にすり寄る、接近する、これはね今回やっていきたいと思っています。で、最終的にはやっぱりね、徳川宗家に対して、攻撃を仕掛けていきたいので、まずはね、そこに向けて尾張藩との関係修復、これを最優先でやっていきたいと思います。では早速プレイの方、続きをやっていきましょう。というわけでですね、まず外交状況の見直しからになるんですが、朝廷はもちろん100、これはね、いつでも100の状態にしておかなきゃいけないところです。で、尾張藩に対しては引き続き工作をしていきましょう。80まで到達したら、即同盟を結んでいきたいので、まずはそこまでですね。もう深刻な武将不足だというのはね、もう従来繰り返しお話している通りなんで、まあ、そこをね、なんとか打開するためにという意味では何でもしていこうというところにはなりますね。まあ、幸いお金とかそういったものはある程度あるので、この次のターンで尾張藩に対して貢ぎ物を出していきましょう。尾張徳川を討つための連合の盟主になってもらいたい。いやー、それはないよ。今ね、そういう方向じゃなくなったんだよ。徳川宗家に対してもね、ちょっと今連合に入るのは危険ですよね。尾張藩と敵対してしまう可能性がある行為は一切したくない。ご命令を先月も、とりあえず取引で家宝はないか、まあ、家宝がなくても自らの家宝を差し出しましょう。家宝を差し出し、省略の状態がどうなってるかというと、高虎が96か、もうちょっとですね。そしたら引き抜きましょう。高虎がこっちについてくれればだいぶ優秀な武将ですからね。恐れてます、正直言って恐れてます。ご命令を先月の収支です。報告します。ただ尾張がこちらにさえついてくれれば戦局は一気に変わるはずですからね。今もうそこを頼みにするしかないですからね。武将がね、もう5、6人、いや、せめて3人でもいてくれればやれることがだいぶ増えてきて助かるんですけどね。今はまだそこにないので、さらに武将がどんどん死んでいきますからね。武将の確保というのが本当に急務。
で、まあ、いろいろツイッターとかでお話してるんですけど、先週、尾張藩に徳川家じゃない久喜家が滅ぼされましたね。浅野も尾張に滅ぼされた。尾張藩の力がどん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 増してきてるな。表情を始めます。では先に尾張藩から引き抜きだけしちゃいましょう。阪神が61に下がってる。マジか。東堂高虎は引き抜けないな。引き抜けないけどしょうがないね。先に24ヶ月の同盟を結んじゃいましょう。で、工作は引き続きやりますというところですね。よし、これで領地の西側に関しては完全に先月の収支です。報告します。安心材料が整ったので、いよいよ飯田城の奪還あたりから始めていきますか。せっかく内容してくれた飯田城を見捨てる形になってしまいましたからね。まずはそこからしっかり武蔵にこれやらせるの256日かかるってちょっと信じられないな。やめましょう。投資から長いな岡津を引き上げさせましょう。解任して代わりに城の改修に入ってもらいましょうか。いや知れてるな。154日か。まあでもそれでもないよりはマシということで、どんどんやっていきましょう。こんなところですかね、一旦は。で、ちょっと話途中になってしまったんですけど、ツイッターの方でお話してたんですが、先週タイの方に遊びに行ってまして、まあ、その中で、信長の野望全部やるシリーズということでですね、過去の作品に関して、2つほどプレイのを進めましたので、もしね、興味ある方いらっしゃればそちらの方も見ていただければ嬉しいなと思うんですが、実は次回6月にまたあのタイの方に行く予定がありまして、その時ね、またこの企画の続きをやっていきたいなと思っています。報告します。なので、まあ、できれば年内のうちにね、過去の信長のシリーズは全部プレイを済ませてしまいたいなと思ってますんで、ぜひぜひそちらの方も、お時間ある方、興味ある方いらっしゃればチェックしていただければ嬉しいなというふうに思っています。で、とりあえず一旦この飯田城に対して攻撃を仕掛けてみましょうか。飯田城は何としても取りたいので、取り返したいって言った方がいいのかな。で、その上で連合に応じてくれるところがいるかっていうのをちょっと確認していきましょう。今、この尾張と徳川宗家は同盟結んでるんだな。なるほど。何ヶ月とかっていう制約はないから、連合に入ってもらって、その尾張藩が対徳川宗家に対しての盟主になってくれるってことはありえないってことだな。よし、だったら自力でやるしかない。か、それか連合で結成して標的を徳川にして盟主を伊達にした上で勧誘でどこまで入ってくれるかですね。この3つだけか。この3つ以外はなびいてはくれないのか。今だと徳川宗家の力が強すぎるんだよな。真田はどうしても取り込みたい、今後のためにってなると、真田への道を開く必要がありますよね。甲府城は落とせないな今の力じゃ。となると必然的にどうだろう、真田に対して一旦工作を仕掛けていった方がいい気がするな。真田に関しては味方についてもらう必要がありますよね。
ちょっと外交の工作要員で真田に対して入れていきましょうか、工作を。で、その上で都市、政治力とかはあまり高くないけど、まあもう武将が不足してる以上はしょうがないですよね。あとは内通で、羅山は羅針、阪神がまだ66か、まだまだだな。とにかく引き抜きたいんですよね、武将に関しては。ちょっと今なびいてくれそうなのはいないな。よし、じゃあこれで飯田城に対して攻撃を仕掛けていきましょう。もうやっぱりね、タイはすごく緩くて最高ですね。もう基本接客は、まあ基本っていうとちょっと言い過ぎかな、あのスマホいじりながらとかでも全然ありますからね。あとお店とかもですね、店員がお昼ご飯を食べながら接客したり、場合によってはお昼の時間食べに行ってますみたいな感じで閉まったりしますからね。まあ、それがいいか悪いかっていうのはね、いろいろ考え方あるとは思うんですけど、まあなかなかね、日本だと味わえないような、なんていうのかな、のんびりとしたゆったりとしたそういう時間が過ごせて、それはそれはね、すごくいい時間でしたね。さあ、では飯田城に向けて攻撃隊を出していきます。出陣するぞ。戦場へ参る。ご命令を。今だとちょっと一体だけ先行しちゃってるんだな、武蔵が。一旦兵を引きましょう。この数では勝ち目がないので、一旦兵を引いた上で、少し策を練り直しましょうか。まあ何のために出てきたんだっていう話なんですけど、敵の数が、まあ、大体どうだろうな、3万から4万ぐらいの軍勢が出てきましたね、今パッと見だと。表情を始めます。先月の終始です。この数を相手に戦うのはなかなか厳しいですね。まともにぶつかっても勝ち目がないんで、どうしたらいいかだな。やっぱり連合に入っちゃうのがいいのかな。まあ、連合に入るとしたら、周辺だとまず真田、伊達、まあ、この辺りはどうしても入ってほしいですよね。ただ徳川の力がやっぱり強すぎるな。その尾張の徳川家と、まあ、尾張藩と、いわゆる尾張藩と徳川の将軍家が手切れにならないと、ちょっと思ったような展開にはならなそうな感じですね。真田の優秀な武将を使うにしても少し兵数がすり減ってる感じかな。越後松平家はもちろんね、徳川宗家の味方になりますからね。となると、まあ、やっぱり武蔵の奥義一戦が一つ鍵になるかな。ではちょっと改めて一戦仕掛けていきましょうか。こちらからは、まあ、2万どうだろう、5000ぐらいになるのかな、総勢。出陣するぞ。出陣するぞ。かしこまりました。表情を始めます。先月の終始です。承知いたしました。まあ、ここは本当に微妙な駆け引きにはなってくるので、しっかりと
攻めるところ、兵を失わないようにプレイしていく必要がありますね。攻撃は絶対入れたいので、まあ、そのように兵を進めていきましょうか、ね。まあ、回戦で確実に最小限の兵の消耗でしのぎましょう。上がりながら相手を引き込んで後ろに回り込む作戦でいきましょう。で、奥義一線が使える状態になればすぐに奥義一線を使って混乱させていくという作戦ですね。よし、これで壊滅させましょう。で、次々に来るね、やっぱり。ながら敵を引き込んで前後から挟みましょう。承知いたしました。逃げたければ逃げなさい。戦の仕方を教えてやる。文武勇天下に示す。敵全てを込める。これで確実に敵の数を削いでいきましょう。来るね。でも全然敵は余裕ですからね、数で言うと。武蔵の隊がね、退いちゃうともう勝ち目がなくなるので、ちょっと下げていきましょう。奥義一線なしではちょっと勝てる気がしないので。承知いたしました。始めろ。お任せください。承知いたしました。逃げたければ逃げなさい。あっ、地球全てを込める。終わらせてみせる。さ、確実に敵のね、部隊は倒していってるけど、どうだ？退避しろ。ご命令を報告します。報告します。これ以上武将の数が万々が一にも減るようなことがあると本当にね、立ち行かなくなっていってしまうので、なんとかね、武将の確保は急務なんですよね。
とはいえいよいよ武蔵のタイム A の数が減ってきてますね。よくここまでだいぶ減らしてきてますよね。お、しかも混乱してる。これは後期だ。一気に決めに行きましょう。回復されるとまずいんで。59まで武蔵の台が減らされたか。これは厳しいな。なんとかちょっとね、こらえさせないと。表情を始めます。先月の終始です。任せておけ。まだ来るか。さすがだね。無尽蔵に兵が出てきますね。任せておけ。ただ3方向から包み込めば、あるいはなんとかなるんじゃないか。もうちょっとね、増援が欲しいですけどね。ちょっとこれ以上は増援が出せないっていう事情もあるんで、駿府はね、どうしても開けられないんですよね、やっぱり。お、ゼロになってるじゃないか、いつの間にか兵糧が。これはちょっと予想してなかったな。このまま戦うのは愚だな。愚。表情を始めます。いやー、引きましょう。頑張ったとは思うんだけどね。いやー、強いな、やっぱ徳川は。飯田城一つ奪うのに結構な苦労が入りますね、やっぱり。追撃はなかっただけよしとしましょう。いや、2人も病か。もう死ぬの時間の問題ですね、これは。さて、まあ一旦人当たり徳川に、まあ尾張藩の後ろ盾のもと将軍家に弓を引いてみたものの、まともにぶつかったら勝ち目がないということが改めて分かりましたね。とはいえ、その尾張藩と徳川将軍家が手切れになるっていうことはおそらくこの先もないと思うんですよ。となるとどうかな。唯一あるのがやっぱり連合を組んでいくしかないのかな。で、伊達藩が南下してくれること、伊達藩というか、まあ、伊達が南下してくれることに期待するしかないかなって感じですね。というわけで、ちょっと今回連合を組んでいきましょう。名手は伊達で、勧誘は、まあ、できるだけ勧誘は入れていきたいので、大いに越したことはない。ご命令を。先月の終始です。報告します。
で、終わり班とはもう徹底して標準の意を示していきましょう。で、あとは敵対する可能性があるところで言うと、この小諸城にこもっている越後松平家もちょっと処分はしておきたいな。この甲府城の分ね、やっぱり兵数が多いですからね。伊達が南下をもうちょっとしてきてくれれば、もう少し勝機が見出せるかなという気もしますけどね。表情を始めます。これ以上武将を失うわけにはいかないので、どうしようかな。やっぱり調略密談、誰かいるかな他に。向井忠勝どうだ、なびいてくれるなら。社、北条氏重、やった、兵糧くれた。尾張藩がで、尾張藩とはもう婚姻関係を結んで盤石なものにしましょう。関係をご命令を。先月の収支です、報告します。まだ99か、もう一ターン必要ですね。さてと、ここでは越後松平が沼田を攻めてますね。救援を出したいけど出せないな。伊達がね、あそこまで救援を出せるとも思えないし、ご命令を。真田が滅びる可能性がありますね。あとはやっぱり武将をなんとか密談で引き抜きで一人でも多く回収をかけていきましょう。とりあえず真田は持ちこたえたな。登場を始めます、先月の収支です。ただ波状攻撃を食らうとね、多分その持ちこたえられずに滅んでいくと思うんで、やっぱり伊達の南下に期待しましょう。伊達が関東に攻め込む。で、こちらは尾張藩との関係を盤石なものにしていきましょう。よし、縁組ができたぞ。だっ、ここで水野が言ったか。貴重な貴重な武将なんですけどね、水野が行きましたね。はい、というわけで、ちょっと短いんですが、今回は、まあ、ついに尾張藩と手を結び、藩将軍連合討幕運動へと、まあ、動く連合を結成したというところまでお届けをいたしました。いかがでしたでしょうか。
次回この続きをプレイしていきたいと思いますので、引き続きお楽しみいただければ嬉しいなというふうに思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。